こんにちは、レッドヒルヒーサーの森の代々です。今日11月の、休園日ということで、園内ですね、今植え替えをしてます。レッドヒル入ってすぐのウェルカムガーデンというところで、皆さんをお出迎えする花壇、とてもね重要な花壇になるんですけども、そこの今大きな植え替えをこの11月に、やっております。でちょっとまたお花もね変わってきてますので見ていただきたいんですけども、今日はですねスペシャルゲストにお越しいただいてまして、このウェルカムガーデンの、監修をしていただいております西本恵子先生です。西本先生よろしくお願いします。西本恵子と申します。はい、よろしくお願いします。西本先生はグリーンフラワーコーディネーターということで本当に花壇お花のスペシャリストということで、本当にいろいろとですね、パビリオンの方で、FSC パビリオン園芸売店の方でも、毎月のように、寄せ植え教室とかしていただいてますし、はい、なんといってもこのレッドヒルの、ウェルカムガーデンを中心とした花壇の、監修をしていただいておりますので、はい、デザインから植え込みまでですね、いろいろとご指導いただいておりますので、今日はいろんな話を、先生のこだわりであったりとかですね、よろしくお願いします。お話をお伺いできればと思います。よろしくお願いします。はい。先生に監修していただいてもかれこれ3年になりますけれども、はいはい、本当に色合いがですね、すごく女性らしいというか柔らかい色合いがするなという感じがしてるんですけども、はい、先生はこだわりとしてはやっぱそういうカラーの、そうですね。ここはそれこそレッドヒルヒーサーの森。エントランスから入ってきて一番初めに出会う場所になるんですね、はいはい、それなのである、程度華やかではありたいと思っていますが、はい、でもここは自然が主役のところなので、はい、草花があまり主張するのも良くないなと思ってます、はいはい、そして今植え替えているところはこれ一年草といって、春になると、ゴールデンウィークぐらいになると植え替えになるかもしれないお花なんですけれども、はい、基本毎年繰り返して咲くお花がたくさん入っています。あ、はいはい、ここはお山なのでできるだけサスティナブルというのか、こう持続可能ということも大事なことだなと思って、はい、花壇作らせていただいております。 ありがとうございます。後ろに見えるアメジストセージとか宿根草とかですかね、はい、毎年こうやって花を咲かせてくるというような。そうですそうですそうです。そういうのもコンセプトでこうサスティナブルかつ、はい、こういった原色ではなくてこう柔らかい色合いというか、そうですね、そういった形でこう自然にマッチしたような、はい、ガーデンで、そうですね、これがまた夏になると、はい、夏というのはお日様の日差しが強いので、はい、そのお日様に負けない植物もすごく大事になるんですね、はい、そうするとここの花壇は基本の大きな植え替えは年に2回なんですよ、はい、ゴールデンウィークぐらい明けぐらいに1回と今ぐらいの文化の日が済んでしばらく経って1回、はい、この2回なんですけれども、差し色で少し疲れたところに入れていく差し色を強い色に変えていって、それでまた夏を迎える花壇になります。あとでちょっとね代々さんと一緒にお芋掘りしたいと思っているところなんかは、差し色で濃い銅葉色を入れたりとかしていったところの名残です。途中でその、そうです、変えていく、そうです、その2回以外のプラスアルファ少しのスペースなんですけれども、ちょっと傷んだところを補修するとか、少しの補色のところでなるべく今度は少しの色の変化で夏らしくちょっと濃い色を入れたりもしていっています。なるほど、はい、本当にアイデアですよね。それでまた来られる方、毎日、年間パスポートの方もよく来られますけれども、あ、変わったかな、そうなんです、そうなんです、こう新しい違ってきたねっていうのを見ていただけますよね。はい、同じお花でも、はい、例えば植えたばかりの初夏の頃には背の低かったお花も夏を越えて成長期を越すので、秋になると背も高くなっていて、はい、で少し冷え込んでくると色も鮮やかになってきて、あ、同じ花でもこれは6月ぐらいに見たのと違うわねとか、そういう少しの変化もやっぱりすごく大事だと思います。あ、そうなんですね、はい、でこれから冬になっていくじゃないですか、はい、そう、寒くなると実はこの空気よりも地面の方が地温が高くなるんですね。なので、はい、植物ってペタッと葉っぱを下に地面につける植物が増えてくるんですけども、もう2月ぐらいになると、はいはい、足元から寒さもやってきます。足元から暖かさもやってきます、はい、なのでこれから先はちょっと背の低いお花が
多くなります。あ、はい、そしてこれで春になってくるとモコモコモコって大きくなって背も高くなって、はい、ふわっとしてきて春に、まあ、半年ぐらい先ですけどね。なるほど、はいはい、そうですね、それまでまた、はい、お楽しみいただければと思います。そういう成長の過程でもまたいろいろこうイメージが変わってくるというところ で、 そうです、ね、まあ、これから楽しみな花壇ですね。ありがとうございます。皆さんにお楽しみいただければと思っています。 ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと奥の方も見て、はい、いきましょう、はい、これから先春になってくるので寒い時にちょっとあったかい気持ちになっていただいたりとか、はい、元気になっていただきたいなと思って、それでちょっとこうオレンジ黄色みたいなビタミンカラーの色を今回は、はい、あの植栽のメインにさせていただきました。あ、なるほど、はい、これからちょっと楽しみですね。この寒い時期になりますけども、そうですね、この花の成長と見ていくのが、これが先ほど言った、はい、あのお話した差し色に入れたイポメアという植物、これですね、イポメア。これ一株、そうです、これで一株、これ植えたものが、植えたものがこれだけ、そう、途中で切るとね、植物って切ったところが2つに分かれるので、はい、余計大きくなって、なので成長さ、ね、成長されたい方はね、成長した姿をご覧になりたい方は逆に切った方がまたいいかと思います。もうどんどん枝分かれしてもっとボリュームが出てくるっていう、そうなんです。これもすごいですね、本当。そうなんです。でもすごく楽しんでいただきました。これすごく本当色は映えましたし、そうです、ね、やっぱりあの 夏らしいというような色もあって、ありがとうございます、はい、じゃあでちょっと掘ってみて、はい、芋掘りをです、ね、どうですかね。これあのまだ残していただいて、そうなんです、はい、植え替えの時にちょっと残しておきました。残していただいているもので、そうなんです、こんな感じで、そうなんです。こっちも行きましょうか。どうぞどうぞ。イポメア、はい、イポメアです。うわすごっ、ね、これ本当にさつまいもみたいでしょ。本当にさつまいも、ちょっとくるんって曲がるんですけども、、はい、もうまさしくお芋なんです。本当ですね。そうなんです。でこれね、はい、あの召し上がったことちょっとあるって前おっしゃいましたよね。食べました、食べました。見た目美味しそうなので大概の方がちょっと食べてみようかなって思うんですよね。そうですね。私も現場のものから食べれると聞いたもので、はいはい、食べたんですけど、はい、ほんのりこう甘いんですよね。そうです。本当に奥の方にちょっと甘さがあるかなっていうぐらいなんですね。はい、そうです。でも素朴で美味しかったです。そうですね。はい、そうですね。前に私食べたのがこのレモン、はい、ライム、イポメアライムですね。ライムですか。これはイポメアブラックという種類なので。ブラックですか。はい。まあ、葉っぱによってね、お芋の色が違うんですね。はい、はい。ちょっとじゃあこれも食べてみて、またちょっ と、 と味を感想を言えたらと思います。はい。まあ皆さんね、ご自身の責任のもと食べていただければ、ね、いろいろとね、まあ、大丈夫と思いますけども、そうですね。まあアレルギーのある方もあるかもしれないですし。はいはい、でもこんな本当にさつまいもと一緒の雰囲気なの で、はい、ぜひこの様子をまたね、みずみずしいから、みずみずしいから出てきましたね。そうなんですよ。でもこれ本当素朴な味で美味しかったんで、私これ挑戦したことないので一度してみたいと思います。先生今日よろしかった。 ありがとうございます。私もじゃあこれ持って帰って今日食べたいと思います、はい、ちょっとこれ中央とここに置いておきたいと思います。アメジストセージですけどね、はい、こういった宿根草もまあ、夏盆過ぎぐらいから花が徐々に咲いてきて、まあ、最初こう背の低いのが秋になると姿が全く変わってということで、はい、ここは生樹類も他にも、はい、サルビアのガラニチカとか、あとロシアンセージとかいろいろなものが入っています。また他のスピードリオンとかアスターとかもう本当にいろいろなものが入っていて、色はいろいろなんですけれども、喧嘩しないようなうまくなんかちゃんと自分たちの場所をうまくちゃんとこう共存し合って、はい、とてもいつもいい感じになっていきます。あ、そうですよね。はい、本当どんどんこう成長していって、なんかこう自然にこう溶け合う形で、もう本当様になってきますんで。そうですね。ちょうど今まあ後ろの方が木であったり宿根草があって、はい、手前にまあその一年草の、そうですね、はい、お花があったりしてで、はい、変わっていく感じで、はい、そんな感じで楽しみですね、はい、ありがとうございます、はい、後ろにちょうどこれ夏の名残で背の高いベニヒマという植物なんですけれども、去年も入れていただいて、そうです、去年好評だったの で、 そうですよ、ね、今年もちょっと種まいていただきました。私もそれで初めて知ったんですけど、これすごく本当にインパクトがあるというか、そうですね、また夏らしい、とても綺麗で夏らしくて、はい、そうなんです、すごい優秀な、はい、植物だなと思ったんですけど、まあ、そういう本当面白い
飲み入れていただいてありがとうございます。ありがとうございます。なんか葉っぱも落葉するとまた雰囲気が変わったりもしますし、はい、あのここの公園は結構お散歩でね、はい、あの週に1回とか毎日でも来てくださる方もいらっしゃいます。いらっしゃいますね、はいはい、なのでそういう方々にもああまた雰囲気が変わったなって、季節が変わったなって分かっていただけたらいいなと思って、あ、はい、ありがとうございます。植物と向き合っています。植物でドライになる植物もいっぱいありますし、はい、お家に持って帰れる植物もあるので、ここのイベントの時にレッドヒルをお持ち帰りくださいっていうことで、ここの花壇のお花をお摘みいただいて、はい、花束を作っていただくとか、はい、これからもそんな風にもして、あのただご覧になるだけではなく、季節によっては触ったりとか、はい、いろいろしてお楽しみいただけるウェルカムガーデンだといいなって思っています。 ありがとうございます。まあ、例えばね、このブルーアイスでしたよね。はい、そうですね。これもスワッグとかも使えるっていう、はい、そうですそうです。触ってもいい香りがするので、あ、はい、はい、あのこのブルーアイスって少しこうマットなシルバーの葉っぱなんですけれども、これからの時期シルバーのリーフのものってちょっとあったかく、あったかさを感じたりするので、こうベルベットみたいなふわふわっていうそんな感じがあるので、それで花壇にもこれからの季節にはこうエレモフィラニベアっていうんですけれど、こちら、はい、ちょっとマットな植物が入ります。あ、はい、なるほど。そうするとなんかあったかいみたいな、冬かなっていうのを感じていただいたりとか、はい、そういう、ね、このシルバーリーフね、このブルーアイスお好きな方たくさんいらっしゃるので、はい、はい、また皆さんで遊び、いろんなお遊びにもね、また皆さんで使えるといいなと思ってます。そうですね、はい、またあのね、本当スワッグドライとかで、はいはい、このアメジストセージもね、いろいろ使えると思いますけども、そうですね、はい、またそういうちょっと酸化型のこともできるといいかなと思いますけども、はい、本当にね、さまざまそういう使えるものがたくさんあるというのは本当に楽しみですけども、はい、これからですと、あのチャイニーズホーリーといってクリスマスの、はい、こちらですね、はい、よく使われる実も、はい、今まで見えなかったんですよ、前の植物が背が高くて、はい、やっと今日ちょっと見えてきたので、またこれからの季節、はいはい、クリスマスの頃に、あ、ここにあるのね、赤い実があるのねって見ていただけるといいなと思ってます。 あと先生、この、バークチップ、はい、もうこう巻いてっていうのは、そうなんです。これまだちょっと半分式で、はい、下の段がもう、はい、随分綺麗に敷き終わっているんですけれども、はい、これあの敷く理由がないよりも、まず真夏とかだと、はい、あの水分の乾燥防止にもなります。あ、なるほど、はいはい、そして雑草防止にもなります、はいはい、でもう一つ、ここ公園で小さなお子様とかがここを歩かれるときに、ちょうどお顔の高さに砂が来たりする方もいらっしゃるので、はい、砂ぼこりがあまり立たないようにということも思いまして、チップ引かせていただいてます。あ、なるほど。これがあの普通のお宅でしたら、あのバークチップでも結構ですけども、バーク堆肥、あ、はい、バーク堆肥を敷かれると、あのそれで水持ちも良くなったりもしますし、あとバーク堆肥ってあの FFC のバーク堆肥もあるんです。色が黒くて、はい、敷くだけで植物がこうパッと浮き上がるんですよ。あ、なるほど、はいはい、でそれであの次の植え替えの時に混ぜ込むと、あのバーク堆肥なので土の力も増します。はい、チップを敷くこともいいですし、あのお宅のお庭でしたらバーク堆肥引くのもおすすめなので、ぜひお試しになってみてください。なるほど。確かに本当ね、あのおしゃれな感じだなと思うんですけど、そうですね、見た目もね、そうなんです、そうなんです。ずっともう夏でも春でもずっと使えるっていう、はい、あのとてもいいですね。本当に使っていただきたいと思います。たまたまこれたくさんあって使ってラッキーだなっていう、あ、これラッキーなものの一つなんですけど、いや、これいいですね、本当にね、はい、でここの今大量に本当に、はい、あのレッドヒルはスケールが大きいので、はい、このチップもちょっと大きめなんですけど、これぐらいがちょうどいいと思います。大きいですね、確かに、はい、逆に小さいお庭とかね、はい、小さいコンテナなら小さいチップがいいかと思います。なるほど、はい、まあ、今本当にこうちょうどいい形の、ね、大きさで、ありがとうございます。おしゃれな感じでしていただいてますし、はい、で今あのバーク堆肥のこともありましたけども、はい、あの今日もあの FSC のバーク堆肥も混ぜ込んで、はい、そうです、あのしていただいてますので、はい、まあ、その生き物を元気にさせるその FSC っていうので、この花壇の知力も上がってるというところで、はいはい、あのしっかり、もう植物って皆さん見た目が大事で、可愛い顔になりたい、大きくしたいっておっしゃいますけど、大きくしたかったら何が大事って、土の中が大事なんですね。あ、はい、土に力があったら、いい土だったら植物はお日様もらってちゃんとすくすく大きくなるんです。でも例えば土の中が
うまくこう例えば微生物がいるとか、環境pH調整がちゃんとなっているとか、そういうことがきちんと整っていないと植物が大きくなれません。はい、なので私は何よりも大事なのは土の力だと思っていて、はい、おすすめですよ。ありがとうございます。私も使ってます。そうですね、使っていただいてますよね。そうなんです。ありがとうございます。なので実は花壇ってこの見えるところじゃない、先ほど土が大事とお話もしてましたけど、土の中に今春のために植わっているものもたくさんあるんですね。例えば、はい、ここにチューリップがあるんですけど、このチューリップの球根も、はい、この花壇にはたくさん植えてあります。でこの球根だけじゃなくって、今年は特にオレンジ色黄色が多いので、こんなクロッカスなんかもたくさん入っています。クロッカスは一度植えたらね、繰り返し繰り返し咲くお花なので、邪魔にならないところに植えられるのがいいと思うんですけども、ちょうどこんな形でこう穴が掘ってあって植わっています。あ、はい、なるほど。そうするとこの子がね、春になると大きくなって可愛いお花を咲かせます。チューリップって小さいお子さんに大変人気なお花なので、ぜひまたチューリップの咲く頃にも遊びにいらしていただきたいと思います。あ、なるほど、はい、ぜひ遊びにいらしてください。こう隠されてたものが春にこうニョキニョキと出てきて、大体葉っぱがねこう出てくるだけでもね楽しみなので、はい、楽しみですよね、はい、じゃあもうこの間からそのお宝がこう出てくるのをちょっと春に楽しみに、ま、お宝探しにもいらっしゃる。お宝探しに、はい、いやいいですね。もうこれね、私も家で植えてますけど、やっぱり楽しいですね。これ出てくると春が来たなっていうのと、そうなんです、あ、こんなとこにあったのかって自分でも忘れてしまっていて、ぜひ球根おすすめです。今入り口の方でも今球根なんか特価で販売しているようですので、今なら お得に、はい、お買い求めいただけますので、こちらもおすすめです。花壇って、はい、今日植えたんですね、この花壇。それなので、はい、今日11月17日なんですけれども、はい、植えてすぐっていうのは植物がみんな自分がこうあってまだお互いの主張があるんです。でもこれが1週間ぐらいするとお日様の光の方にお顔の木も揃いますし、お隣の子同士がちょっと仲良くなるんです。こううまく馴染むんですね、はい、なので1週間2週間するとふわっとしてきて、それからだんだんもっともっといいお顔になっていきます。でちょうど今の時期、実はちょっとさっきローズガーデン行ったんですけども、はい、すごく綺麗になってきました。なのでここの花壇をちょっと見ていただいて、ローズガーデン楽しんでいただくと香りもねしますし、色も鮮やかなので、秋のバラはぜひそれを楽しみいただいて、なおかつ値段が下がったと思うんですよ。あ、そうですね、この時期里山維持協力費がちょうど下がったタイミングですね。そうなんです、そうなんです、はい、なのでお値打ちに見ていただくところもたくさんありますんで、ぜひ皆様気候のいい小春日和の日はレッドヒル日和なので、遊びにいらしてください。ありがとうございます代弁していただいて本当に本当につい最高の数日前に500円に里山実況が変わりましたので、はいはい、で先生のこの植え替えも変わってというところで、はい、あと秋のバラ香り、はい、楽しんでいただきたいなと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、またこれからを楽しみに。そうですね、また、はい、でまた春ですね、植え替えを夏秋に向けての植え替えも予定をしておりますので、はい、まあ、その時にもまた先生に今度の花壇のねお話も伺えたらと思ってますけれども、ありがとうございます、はい、今日はもう本当にいろんなこう楽しみであったりとか、こうお宝であったりとかね、はい、いろんな話を伺いましたので、はい、先生のこの花壇これからどんどん変わっていく姿っていうのも、はい、楽しみにしていただいて、ありがとうございます、お越しいただければと思います。西本先生、はい、今日は本当どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあまた皆様とお会いできますように。はい、ありがとうございました。